アントニー・ブルームは、ロシア正教会の不主教。スールジ主教区を創設し、長年にわたってその主教、大主教を、不主教を務めた。スールジ主教区は、モスクワ総主教庁下の教区であり、グレートブリテン及びアイルランドを管轄しているに、歴史上置かれていた教区の名を流用したもの。スールジ不主教アントニーとなる、アンドレイ・ボリソビチ・ブルームは、 1914年6月19日、スイスのローザンヌで、クセニアとボリス・エドゥアルド・ビチ・ブルーム夫妻に生まれた。母方のおじに作曲家であるアレクサンドル・スクラービンが、いる。幼少時代をロシアとペルシアで過ごす。ロシア革命の間に、家族はペルシアを離れなければならなくなり、1923年にはパリに落ち着いた。アンドレイはここで教育を受け、パリ大学で、 物理学、科学、生物学を学び、医学博士号を取得して卒業した。彼自身の言葉によれば、ティーンエージャーの頃に彼はハリストスにあったという。1939年、フランス軍の軍医として従軍する前に、彼は密かに修道誓願をロシア正教会において建てていた。1943年、彼は戦火見され、アントニーの修道名を授かった。 ナチスドイツによるフランス占領期間中は医師として働きつつフランスのレジスタンスに参加した。戦後医師として働いていたが1948年に被災に助成され聖教会の聖アルバン聖セルギー教会の宣教師としてイングランドに派遣された。1950年にはロンドンのロシア聖教会の主観者に任じられグレートブリテン及び アイルランドにおけるロシア正教会の責任者として1957年には主教に女性され、1962年には大主教に少女された。1963年には西欧モスクワ総主教長教会の総主教代理に任じられ、1966年には不主教に挙げられた。上層部と本人双方の合意により、1974年、 総主教代理の役目から解かれる。成長している教区において増大する牧会場の必要性や助言と助けを求めてくる人々への対応に専念するためであった。不主教アントニーは、アバディーン大学からは、神の言葉の述べ伝えと、当地における精神的生活の刷新に対して、モスクワ神学大学からは、神学場、牧会場、宣教場の働きに対して、また、 ケンブリッジ大学、キエフ神学大学から名誉博士号を授与された。アントニー・ブルーム不主教の墓。八段十字架が建てられている。不主教アントニーは2003年夏に離職。その数日後2003年8月4日に営民した。墓は、ロンドンのブロンプトンセメタリーにあり、聖教徒や非聖教徒の両方がしばしば訪れている。スールジ不主教、アントニー財団が、 スールジフ主教、アントニーの著作の収集と観光を主要な任務とする独立の管理機構として存在している。現在、財団はアントニーの著作権の管理と新しい著作集の委託、翻訳許可を遂行することで任務に当たっている。財団はまた、講話、放映物、説教などの録音といった媒体も含めた、不首教、アントニーの出版物、 著実の公的なアーカイブを作成しようとしている。財団は、全世界における、著作権、及び、不主教、アントニーの著作における他の知的財産権の、法的な所有者であり、登録された、事前番号は112万395である。財団の代表は、調子祭ジョンリーである。A Biography of Him, This Holding Man by Guilly and Crow was published in 2005. ありがとうございます。